いよいよか。ブレッド大将軍。ロゼッタか。お前には防衛隊の指揮を命じたはずだが。申し訳ございません。一つ確認したいことがあります。何だ。ガラムを復活させてもレジスタンス相手には使わないという話、偽りはありませんね。向こうにはジャム国王とアン王女がいます。元国王と元王女だよ。領内では使わんと言ったのだ。奴らがサンドランドに逃げてなお抵抗するようならその限りではない。レジスタンスどもはまだ見つからないざますか。さっさと見つけて焼き払いなさい。ここで何をしている。機関には前線指揮を命じたはずだ。ガラムが復活すればレジスタンスなんて一発で壊滅ざます。わざわざミーが出ていくまでもないでしょう。この戦場の司令官誰か。はいはい、分かったざますよ。仰せのままに。ブレッド大将軍の。レジスタンスはすぐそこだ。総員、戦闘に備えろ。できそうな場所もあるし、ここ結構気に入ったぞ。探索に行くなら足元に気をつけるんだぞ。なんじゃあれは。でかいなんてもんじゃねえな。あんなものが動き出したら本当に世界が終わるぞ。
しかったぞ。脇道の方がいろいろ落ちていますね。あまり人が通らないからだろう。拾うものが少ないんだ。すでに戦いが始まっている。我々も続こう。いろいろ落ちています。あまり人が通らないからだろう。拾うものが少ないんだ。人が通らない場所に落ちてるってのが不思議だけどな。空から降ってきたんですかね。あ、ヒゲチョビ。誰？全く気に食わない。七光女の言いなりになるのもそれ以上に、あなたたちの方がひとつまみ余計に気に食わないざます。あらだたしさんに磨きがかかってますか。ほら、あなたたち。おいおい、今度はレーザーかよ。今回ばっかは避けるしかねえか。絶対泣かせてやるからな。あー、気に食わない、気に食わない。もうすぐミーに逆らえなくなるのに。本当に気に食わないなのか。ここまでざますね。あとは七光にやらせて、ミーは高みの剣橋と行くざます。ゲチョビンのやつ、何だったの。わからんが警戒はしておこう。何をしてくるかわからん相手だ。善戦しているようだが、戦力差は歴然だ。長くは持たんだろう。ガラムの軌道を止める以外に私たちに勝ちはないってことだね。おっと、
ジスタンスたち結構頑張ってるじゃん。覚悟の力ここにありか。何としても報いてやりたいな。できるよ、私たちなら。中要塞ガラム、近づくほど圧倒された。人間の愚かさにもな。違いない。残るはあいつだけみたいだぜ。ロゼッタ、降伏しろ。アン、すでにブレッド大将軍がガラムの起動準備に入っている。もはやお前たちに勝ち目はない。おとなしく武器を置くなら父上ブレッド大将軍に取りなしてやる。私が石頭だって知ってるでしょ。そうだな。私が知るアンは頑固で負けず嫌いで泣き虫だった。それはロゼッタがゲームで手加減してくれないから。していたさ。それだけアンが弱かったんだ。今はもう弱くないだろうな。ならば私ももう手加減はしない。止めてみせるよ。ブレッドもロゼッタも一度も私に勝ったことがないのを忘れてしまったらしい。一人なら今だって勝てないよ。なんてどういうことだ。お前の強さ。力を持てば人は間違いを犯す。その時は私が正してみせよう。そうなったら遅い。すまん、今は手を貸せない。タンクが道を開けてくれ。できると思うか。
ここを通りたければとどめを刺すことだ。ふん、ベルゼ。泣くまめ、せいぜい長生きしろ。生まれ変わった私に。さ、行こうぜ。ロゼッタ。悪魔め。あらら、残念。貴様、ここで何を。いや、そんなことはどうでもいい。奴らを追わなければ。そう慌てないで、ゆっくりしていくざます。ふざけている場合か。え、貴様、敗軍の将という恥辱を名誉の戦士に塗り替えてあげたざます。お父様に叱られずに済んでよかったざますね。おほほほほ。先ほどの将軍のことが気になるのか。王子の手こきをもろに食らいましたからな。手加減したし、今頃目を覚ましてるよ、多分。そうだよね。地上のすべてを手に入れるざます。そしてミーは七光を押しのけてナンバーツー。誰もミーに逆らえないざます。間に合わなかったけ。困るなあ。
あんな雑魚たちに苦戦して、しょうがない。主砲発射用意。目標は左舷下方。主砲ですか。死者もしていませんが。いいから撃つんだよ。国王命令だ。はい。主砲発射用意。エネルギー充填。主砲だと。モニエルめ、勝手をしおって。エネルギー充填完了。カウントダウン開始。30秒前。ロゼッタ、あの光はアクアニウムだ。17、16。いかん、すぐにここを離れるんだ。でも、ロゼッタが…行け、おっさん。過ちを。なぜだムニエル、国内でガラムは使わんと。私はそんな約束してないよ。それに正義に犠牲はつきものだ。ジャムを幽閉した時から覚悟していたはずだろう。お嬢、ベルゼ殿たちも無事であったか。ガラムの手法がこちらに向けられていたら助からなかっただろう。みんなは。多くがあの一撃で散った。ラオ殿の車に乗っているのはロゼッタ将軍だ。何？ランゴ、ロゼッタは。よい、ジャム国王にはそれがしから伝えておく。傷の手当てをしてやるといい。どう？できる限りの処置はしました。あとは彼女の体力次第です。じゃ、ロゼッタのことお願いね。かしこまりました。
ロゼッタの様子はどうだい？わからない。ビアンは体力次第だって。それなら大丈夫だ。彼女は昔から強い子だった。目を覚ましたら知っていることを吐いてもらわねばな。まだ戦うつもりなの？考えたんだけど、スピノ町にかくまってもらうのはどうかな。何もかも投げ捨てると？だって勝てるわけないじゃない、あんなの。だとしても私がここを離れるわけにはいかないよ。どうして？民を置いて国を離れたら私は王ではなくなる。それにここには同志がいる。これから戻ってくる者もいるだろう。10年みんなを待たせた。今度は私が待つ番だ。でもこの場所はもうブレッドたちに知られてる。ガラムの手法がここに向けられたら辺り一帯が消し飛ぶんだよ。それならなおのこと離れるわけにはいかないな。私がいることでブレッド将軍が撃つのをためらうかもしれない。長い幽閉中も彼は私に敬意を示し続けてくれたからね。お父様。アン、人にはそれぞれ果たすべき責務がある。私の責務は救いを求める人たちの宿り木になることだ。君は君の責務を果たしなさい。私の？そんなのわからないよ。心に尋ねるといい。答えは庵の中にある。いい子だ。さあ。ジャム国王、メイ君だな。大魔王様ほどではないがな。不思議とね、ここにいると笑ったことばかり思い出すの。戦いの毎日で怖くて寂しくて。私戦うよ。お父様は待ち続けてくれた仲間のために宿り木になるって言った。私は見守り続けてくれたみんなに代わって希望の旗になる。それが君の答えか？うん。フォレストランド王家の盾と剣というわけじゃな。どういうこと？野暮な説明はさせんでください。なんだよケチ。そうとなればサンドランドへ戻らなくてはな。国王軍と連携して何としてもブレッドを止めねばならん。ムニエルの野郎もだ。大魔王様をお救いしませんとな。あ、まさか王子忘れてたんじゃないでしょうね。そんなわけないだろ。ほら早く行こうぜ。ほっ。
行ってきます。お父様、ランゴ。あ、ロゼッタ。行ってはいけない。父上はレジスタンスがサンドランドに逃げたら容赦なくガラムで叩くとおっしゃっていた。サンドランドに逃げなくてもブレッドは撃ったよ。違う、あれは父上の意思じゃない。そんなこと本気で信じてるの？父上は悪ではない、ただ寂しい人なのだ。ごめんロゼッタ。待ってくれ、私も連れて行ってほしい。そうはいかん、お前さんには聞きたいことが。どうしてアンと一緒に行きたいんだね？時間が欲しいのです。時間？マサラ発掘場で私は死んでいたはずでした。だがそのチビは私を殺さなかった。誰がチビだこの野郎。アンは言いました、私たちに必要なのは分かり合うための時間だと。今になってその意味が少しだけ分かった気がするのです。どう思いますかベルゼブブさん。なんで俺に聞くんだよ。ロゼッタを変えたのは君とアンのようだから。そんなの知らねえって。好きなようにすればいいじゃん。アンはどう思う？私は一緒に行きたい。ありがとう。よく飲み込んでくれた。古い火には水をかけろ、若い火には薪をくべろですよ。スピノ町に戻っていることをアレに伝えておこう。私が町に入って大丈夫だろうか。戦車で包囲したもんね。シーフ、泥棒の時の衣装貸してやれば？嫌ですよ、人間にお気に入りを貸すなんて。いい、目立たないように気をつける。待たせたな、アレがこちらに来るそうだ。それまでの間スピノ町でサンドランドの状況を聞いて回ろう。どうしてこんなところで泊まるんだい？サンドランド国王に降伏勧告を出す。従わない場合はまず王の都を灰にする。降伏勧告ね。まあいいや、出発するぞ。目標は魔物の里だ。チリチリにしてやる。え、ブレッド大将軍はまず王の都だと？そんなのは魔物の里を再起不能になるまで破壊してからだ。ガラムの破壊力を見せつければ国王軍も抵抗は無駄だって気づくだろう。大気だ。まあいい、お楽しみは最後に取っといてやろう。でしょうか、ダムの上空にフォレストランド軍の巨大な空中戦艦が浮かんでいます。ガラムだ。
サンドランドに入ってきたのか。よし、出発だ。やばい、囲まれるぞ。王子が大声を出すから。うるせえ、いいから乗れ。天に唾するとはまさにこのことだね。報復勧告に耳を貸さず、あくまで抵抗を続けるか。やむを得ん。四方発射用意。目標は正面下方。将軍、主砲が来るぞ。何？全軍退避だ！間に合わない。何をしている？背中を預けてくれたこと感謝する。おやおや、勇敢なバカが何かやってるよ。ブレット大将軍、人です。あれはロゼッタ。バカな、主砲の発射は中止だ。無理です、今からでは止められません。はずれた。
なた一体どういう。まだ終わりじゃない。我々は陽動を続けるぞ。今頃ベルゼブブたちがガラムに向かっているはずだ。了解した。ベンダー基地の方角に飛行熱源を感知。この反動は我が軍の高速飛行機です。レジスタンスどもに奪われたか。ガラム、180度回答。ハムシを叩き落とせ。気づかれたか。このままでは蜂の巣にされてしまう。高度を下げるんだ、ベルゼ。このまま高度を上げずにギリギリまでガラムに近づこう。ここらは複雑な地形だ。岩に当たらないように進むんだ。前見てない。また岩がありますぞ、王子。ちょっと慣れてきたかも。王子の操縦はヒヤヒヤしますぞ。このままじゃ追いつかれますぞ。今は相手をしている暇はない。逃げ切るんだ、王子。オッケー。飛行機だけど油断は禁物よ。やりましたぞ、さすが王子。よし、残り一機ね。今嫌な音。王子もっ、へっ、どんなもんだ。ガラムが見えたぞ。よし、一気に上昇するんだ。まっすぐ進むぞ。ガラムを目指すんだ。ここが正念場よ。強気で行きましょう。あとメカとはぶつからないように隙間を見つけてかいくぐるんだ。いいぞ、このまま避けつつ全速で行くぞ。早く追いつきましょう、王子。わしはもう飛行機はこりごりです。何をやってる。飛行機一機撃ち落とせないのか。こうなったら手法で消し飛ばせ。無理だ、第二射はすぐには撃てん。出力最大じゃなくていい。手法発射用意だ。目標、クソ悪魔。今まで以上に攻撃も苛烈になるはずだ。まずい、メカが。このまままっすぐ進むぞ。ガラムを目指すんだ。ここが正念場よ。強気で行きましょう。メカとはぶつからないように隙間を見つけてかいくぐるんだ。いいぞ、このまま避けつつ全速で行くぞ。早く追いつきましょう、王子。わしはもう飛行機はこりごりです。ガタが来てる。これ以上近づいた分、今まで以上に攻撃も苛烈になるはず。あと少しでも攻撃を受けたら終わりだよ。なんとかしないで。まずいぞ、何か
攻撃が来る。気をつけろ。手法発射。うめえ、あんなの当たってたらやられてたぜ。飛行機を壊してしまってどうやって帰るんですか。空中要塞というくらいだ。脱出装置があるだろう。つまり後のことは考えなくていいってわけだ。よし、暴れてやるぜ。賊は私がこの手で排除する。それで文句はあるまい。ギリギリだったな。もう後戻りはできない。ここで終わらせるぞ。しゃ、歓迎じゃねえか。こっちは急いでるんだ。ほっと、急いでるってのに速攻でぶっ潰す。ほっと、
がに高いな。落ちたら。コンテナが動きましたぞ。これで先に進めそうだな。また操作盤があるな。押してみるか。これでコンテナの上を進めるな。楽しかったぞ。外か。落ちないように進まないとな。漂っているこれはアクアニウムの力か。とんでもないエネルギー。正しく使えれば素晴らしいものなのに。はっ、じゃん、よっ、ほっ、しゃ、よっ、うりゃっ、うりゃっ、ほっ、はっ、じゃん、ほい、よっ、うりゃっ、うりゃっ、はっ、
暇なんてないか。敵の攻撃も激しくなってきたし、あいつらに近づいてきてるんじゃないのか。なさそうだ。絶対に負けられない戦いだ。しっかり準備を整えよう。あのボム、バトルメカで運べそうな形状だね。良いですぞ。
ここまでたどり着くとはな。今さらビビってんのかな。そう見えるか。いや、分かっているなら結果。ブレッド、やめとけ。アン、でもロゼッタとの約束が。こいつは覚悟を決めてる。止めたきゃぶっ飛ばすしかない。魔物が私を理解するか。いや、悪魔は人の心を読むのだったな。心なんか読まなくてもそれくらいわかるってな。大体お前の心は読めないし。何？そうか、私は心すらも失ったのか。もはや私に残されているのは我が祖国フォレストランドのみ。サンドランド、悪魔、脅威となる者は全て排除する。なぜ貴様が人間に手を貸す。父と姉の仇討ちか。かつての英雄に影響し正義に目覚めた。持ち悪いこと言うな。正義ごっこなんてお前らだけでやってろ。ごっこだと大義もわからぬ。私の邪魔をするな。許せ。難しいこと言ったら偉いと思うなよ。それでは分かってない。認めたようなものです。分かるわけないだろ。心の声が聞こえない奴の言うことなんて。私を負けん。撃っている間、あいつは無防備ですぞ。うまくかわして一気に攻めましょう。全てを失うぞ。私のように安心を失った。そうした王からの信頼も投げ打った。全てはこれ、レストランドのため。今更やめられるものか。あれ、飛びすぎだろ。かなり勢いが強い。急には止まれなさそうだ。あいつが飛び上がったらブーストでその場から離れるのよ。でかい図体ながら俊敏に動いてくるぞ。軌道を読んで冷静に対処せねば。国のため心を砕いてきた私が、最後は呪わしい悪魔に体まで砕かれるとは。いや、全てをなくした私には似合いの最後か。まだそんなこと言ってる。私たちがここへ来られたのはどうしてだと思う？
ロゼッタが飛行機の場所を教えてくれたからだよ。軍事機密を敵に漏らすとは。ロゼッタは最後までためらってた。でもあんたを止めるためならって。わかる？全部お父さんのためだったの。しかしあれはガラムの手法に立ちはだかり敵軍を守ったのだぞ。それを裏切りと言わず、なんと。守りたかったのはお前さんの心だったんじゃないか。砕けていく父親の心をつなぎ合わせようと懸命だった。ロゼッタが。私の勝手な想像だがな、人の心など正しく理解できはしない。できるとしたら悪魔くらいだろう。きっとロゼッタは話したいことがたくさんあると思う。今さらどの面下げてという話だがな。父親面してあげなよ。王子もお父上と話したくなりましたかな。うるさいな。さっさとクソ天使をぶっ飛ばしに行くぞ。ムニエルはこの先の司令室にいる。いいのかよ教えて。裏切りってやつじゃないのか。やってみたくなったのだ私も。よもや悪魔が咎めはしまい。神がお作りになった世界はこんなにも美しい。なのに人間と来たらどうだ。醜い悪魔にたぶらかされてどんどん堕落していく。そんな人間たちを正しく導き悪魔を駆除することこそが天使の。いや、つまんないこと言って油断してるから。まったく、これだから悪魔は。サタンのやつもそうだった。人の話を聞かず問答無用で私の美しい羽をもぎ取って。ほんと忌々しい似た者親子だよお前たちは。知るかよ。もういいからさっさとかかってこい。俺と喧嘩したいんだろ。だったら素手で相手してやる。どっちが強いか殴り合いで決めようぜ。
きな。天使と悪魔の格の違いを教えてやる。神の御心に従ってお前たちを成敗してやる。成敗されるのはお前の方だ。覚悟しろよ。ほんだーに静が走るよ。詳しく封印の壺を渡して天界に帰るなら許してやる。許すだと？この私を。けどこのままではなんとかもっと力を。悔しいけどベルゼブブ、お前は強い。でも私の方がもっと強い。どうなってる？アクアニウムエネルギーがどんどんダウンしていきます。アクアニウム炉の故障か？わかりません。このままではガラムが制御不能に。うわっ！こちらもメカを使うんだ。意地だけで勝てる相手じゃない。もっと力を。
頑固だ。いる場合じゃないぞベルゼ、ガラムが上昇を始めている。どうすんだよ。管制室よ、船の制御を取り戻すの。よし、そちらは任せる。私はシーフと脱出方法を探す。速やかに体感を。私は間違っていたのだろうか。どうかしら。私はひどい間違いだったと思うけど。
ダメじゃ。もうそこら中がぶっ壊れておる。上昇の速度が上がった。ダメだ、全くコントロールできない。すぐにでもアクアニウムは爆発しそうだぞ。やむを得ん、みんな脱出だ。司令室の後方の部屋に脱出ポットがある。お待ちしておりました、ブレッド大将軍。で、そいつらは。この者たちも脱出ポットに乗せてやってくれ。はっ、あ、いや、しかしポットは5人乗りですが。6人おりますが。詰めればみんな乗れるんじゃない。しかし6人乗せると安全の保証が。いいよ、俺が残る。悪魔の俺ならなんとかなる。そういうわけにはいかん。残るなら私だろう。すべて私の罪から始まったことだ。ごちゃごちゃ言ってないで乗れ。ベルゼ。なんだよその顔。悪魔のこと信じてんだろ。この世の誰よりもな。さてと。めんどくせえけど、クソ天使も助けてやるか。さすがにボロボロだ。うまく歩けねえや。まだ伸びてやがる。ほら立てよ。くそ、まだうまく力が入らねえ。手を貸そうか。お前たち、なんで。ここまで一緒に来て最後にバラバラというのはな。そういうこと。それはいいけど、どうやって地上に降りるんだ。ベルゼならみんなを連れて飛べるんでしょ。飛べるわけないだろ。え、悪魔でしょ、飛べないの。お前だって半分悪魔だろ。じゃあどうするの。どうするって。あ、ラッキー、いいのがあったぜ。おお、そいつは。こいつはピッチ陣にもらったウキウキタブレットだ。さあみんな急いで手を出せ。こいつを舐めると10秒だけふわふわ浮くことができる。ここから飛び降りてギリギリ地上に近づいたら舐めるんだ。しかし、そんなにうまくいくものか。このまま宇宙まで行って爆発して死ぬよりマシだろ。じゃあ、私から行くわ。ここに来て神頼みか。やむをえん。
ほら、シーフも。いや、わしは。さっさとしろ。ひえー、あ、先に落としちゃったらクソ天使どうするんだよ。ああ、よっこいしょっと。一つしかない。やばい、どうする？って言っても気を失ってちゃ食えねえか。だったら俺が食ってなんとかするしかないよな。いや、運よく岩に当たって割れたようだ。じゃあ父上が俺が落っこちるのを助けて。それは私よ。姉ちゃん。姉上でしょ。あ、みんなだ。王子、ちっとも落ちてこないんで心配しましたぞ。お前たちよくあのタブレットで助かったな。あれは失敗ですよ。タイミングが難しすぎました。みんなビビって高いところで舐めてしまい、再び落ち始めたところ不思議な力に助けてもらったんですよ。どうやらあのお二人に助けていただいたようだな。ああ、俺もだ。お母様だよね。どうしてムニエルにやられちゃったって。封印の壺は二つあったのよ。出なければ私が二級天使ごときに遅れを取るはずがないでしょ。そうだったんだ。大きくなって。お父様は？大丈夫。元気だよ。よかった。リリス、お前の子か。はい。はじめまして、おじい様。アンと申します。おじい様？ふざけるな。二度とそう呼ぶんじゃない。俺は大魔王サタンだ。はい。リリス王妃、アン王女。10年前は本当に申し訳ありませんでした。悪魔を誤解し、とんでもない暴挙に出てしまいました。あなたが謝るべきは私ではないわ。もっと多くの者たちでしょ。おっしゃる通りです。処罰は謝罪を終えたその後に、懲役でも処刑でも受け入れる覚悟です。フォレストランドなど俺が5秒で跡形もなく消してやる。え、冗談ですよ。これからは軍の増強ではなく、
平和のために励んでください。ありがとうございます。平和か、気持ちの悪い言葉だ。あのサタン様、あの天使どうしましょうか。うん、大天使に迎えに来るよう伝えておく。しっかり反省することになるだろう。へへ、ざまあみろ。おい、雨だ、雨だぞ。なんと、アクアニウムの効果だ。30年前のピッチ人たちの善意の水がやっと。ところでお前、名は何と言ったかな。お、私ですか。ラオと申します。ラオか。今回はベルゼブブやシーフを率いてよくやってくれた。大した人間だ。魔物の里に住むことを許可してやってもいいぞ。あ、いえ、ありがたく存じますが、私はこれまで通りで。そうか、つつましいやつだな。気に入った。宝箱を一個くれてやろう。え、父上、俺もゲーム1日2時間やってもいいですか。調子に乗るんじゃない。それより空を飛ぶ練習をしたらどうだ。はい。サンドランドに数十年ぶりの雨が降ってから時は流れ、フォレストランドではジャムの国王復帰が発表された。サンドランドとフォレストランドは正式に平和条約を締結。国交を正常化し、長い争いに終止符を打った。ブレッドとロゼッタはジャムの計らいで人と魔物の橋渡し役を任じられた。天界に送り返されたムイエル。神様、宝物小掃除1000年の罰なんて。一方、ベルゼブブたちは、すげえ滑らかに走るな、これ。王子、そろそろわしにも代わってくださいよ。バカ、危ないだろ。相変わらずだね、あんたたち。あんじゃないか。お前、こんなとこで何してんだ。旅してるの。自由に行き来できるようになったからね。世界中を回ってメカニックとしての腕を磨くつもり。あんたたちは？おっさんに付き合ってピッチ人にプレゼントを届けに行くとこだ。そうなんだ、楽しそうね。ところで、そのメカはどうしたの？
ラオのおっさんが父上からもらったんだ。新品ですごいんだぜ。じゃなくて、大丈夫なのって。何が？なんか変な匂いがする。王子、メカが煙を吹いてます。ああ、シーフのせいだぞ。なんでですか。ああ、やっぱり私がいなきゃダメなんだから。ほら止まって、修理してあげる。あっちゃ、これダメだね。スピノ町のガレージじゃなきゃ直せない。じゃあスピノ町に行こうぜ。ま、しょうがないか。旅はいいのか。うん、急ぐ旅でもないから。それにあんたたちといた方がメカニックの腕が磨かれそうだしね。よし、決まりだ。出発進行。